日置市吹上町の南方神社で伝統の伊作太鼓踊りが奉納されました。およそ500年前に伊作島津氏が戦いの勝利を祝って始めたと伝えられています。花笠をかぶり美しい振袖を着た4人の子どもたちを囲んで大きな矢旗を背負った白装束の24人が太鼓を打ち鳴らし勇壮に踊りました。撮影は鹿児島市の MBC ふるさと特派員尾形義輝さんでした。